皆さんこんにちは、ヤーレントデイです。今日はね、メンズメイクということで、僕36歳もうすぐ7歳なんですけど、自分でメイクすることが多いんですよね。ちょっとその感じを皆さんに紹介して、まあ同じメンズの人、まあ今ってね、その性別とかそういう感じじゃないじゃないですか。本当にボーダレスな時代なんで、まあどんな方にでも、まあとりあえずね、僕が普段しているメイクを見ていただいて、そんなに難しいことしてないんで、別にこう普通の会社員の方とかも多分できるんじゃないかな。できるというか、まあまあやってくれたら参考になるんじゃない。いいよ、もう参考になるとかいいんだよ別に。え、しょうもない B 級芸人が自分のメイクに価値を持たせるならさっさとしろ。いやー、やっぱり30超えてくるとどうしてもこうさっさとしろ、開け、その、まあ悩めるメンズも多いと思うんで、ああ、その横にある変なやつ開け、さっさと、その伝道師である僕が、みんなにね、なあ、一日の終わりのテレビみたいな色してるポーチ、なあ、そのテレビの終わりに出てくる柄のやつ早く開けろ。もうこんにちは、ヤーレンズデイです。やり直すな早くやれ早く。僕が普段してるメイクを見ていただいて、まあどんな方でもね、誰かの参考になればいいなと思って。早くしろっつってんの、もう。はい、終わったから。それじゃあ、スタート。なこいつ、これね、まずこちら僕が使ってるメイクポーチです。あ、派手な色ね。派手な色、これね、ヘラルボニーっていうブランドのやつなんですけど。ヘラルボニー、ヘラルボニー、なんかね、障害がある方がデザイナーを務めてる、そういうブランドなんですけど。素敵じゃん。そう、めちゃくちゃ、もうそんなことよりもとにかくデザインが好きなんで買いました、もうメンズの私みたいなおじさんが使うメイクポーチって、このようにほとんどない。本当にね、出してほしい、ミリタリーブランドとかが出してほしい。ああ、ゴツメの、ゴツメのゴツメの人はしないだろ、メイクわかんないけど。なんか手榴弾みたいな感じで、ファンデーション持ち歩きたし、俺はそんなやつは血でこうやるでしょ動物の血とかでシュッて。いやいや、それは本当はね、その本当はブリーフィングとかね、誰か出してくれると嬉しいんですけどね。早く開けろじゃん。ちょっと小ぶりなんですけど重宝してます。ヘラルボニーのメイクポーチです。なんか中身見せる、何使ってるか。で、僕が、僕がじゃない、早く開けろ、メイクをしてるかっていうと、開けろ開けろ、もう開けろ。僕がどういうメイクをしてるかっていうと、いい、お前のメイクはやりながらやれよ。そんなのは、そんなに派手なメイクはしません。アイメイクもしないし、まあ、あくまでこう、まあ、ベースメイクみたいな感じです、っていうのもやっぱり、っていうのもじゃなくて、早く開けろ。漫才してる時に、出てきた時に、あ、めちゃくちゃメイクしてるって思われるとちょっと邪魔じゃない。だからそうならない程度にしてるんで、多分本当にビジネスマンの方とかも全然やっていただける感じなんじゃないかなと思います。いや、早く白もいいから。バーって言葉が荒いな。言葉が荒いな。早くしろよ、もう。いやいや、しますよ、全然しますけど。いいんだよ、前が来た、そんな。メイクの様子だけ見たいんだから。で、で、じゃあもう開けろ、早く。早く開けろ、もう。荒い、はい、もう荒い、はい、もう帰ってくれ、はい、もう。帰ってくれ、もう。早くやろう、もう。閉じるな、もう。閉じるな。早く開けろ、もう。っていう感じでーす、はい。そっちが見たいんだ、中が。何使ってるとか。使ってるものは別に普通なんですけど、使わないのも普通って言われたもん。まずね、何するからしようかな。俺なんかメイクしてないから、やっぱ何からするかが分かんないんだもん。何するの。ああ、何からするかも分からない。洗顔した綺麗な顔からするんでしょ。今は、今は、顔を洗って保湿だけしてある状態です、下地を塗ります。まずはね、下地、僕が使ってるのは、なんでそんな出し方、何それ。やっぱこれですよね。なんでそんな変な出し方するの。え、お店の女の子みたいな。メイク動画ってこうだから。そうなの、知らない、俺見てないから。こちらですね、なんか、ケイトのプロテクションエキスパートラスティング。普段使ってんじゃないの。なんでそんな読み方トロいの。普段使ってんならさらっと紹介してるよ。なんか初めて見ましたみたいな。ずっと言葉が荒いって。何が、なんでそんな荒いのよ。荒い子はないよ。ケイト、プロテクションエキスパートラスティング。なんで初めて見るみたいな。お、だってこの名前なんか覚えてないもん。あ、そうなの、これをよく使ってます。それは何ですか。これは、化粧下地で、日焼け止めも入ってます、そこそこ入ってると思う。 SPF50、プラスぐらいかな、わかんないですけど、ちょっと調べてないんでわかんないですけど、ちょっと入ってると思います。
その出し方なんの夜のお店の女の子みたいな何それ、うん、いいそれやんなくていいよ、それやったらそうじゃないか、夜のお店の女の子もういいんですよ、夜のお店の女の子じゃないかそれ、うん、入ってます、いいんですよ、指名したらがっかりとかじゃないんだよ、これはもう結構ぴったりなんで、もうこれは本当にすごいリピートしてて、これで多分4本目とかかな、知らねえって感じです、そうなの、はい、4本目、あのちゃんと使ってる感じがするね、なんか何それ何それ、あこれはもうちょっともうなんか汚くて恥ずかしいんだけど、うるせえ、その普段使ってる、うるせえ、あのアンドビーのスポンジです、だるそうに紹介すな、なんだよ、なにそれを紹介しねえじゃん、見せるよスポンジを、店の女の子じゃないかそれだったら、ひそかつまんねえつまんねえこいつ、ひそかつまんねえ、早く濡れ濡れ、早くつまんねえね、あそういう使い方するんだ、そうそうそう、あのまあまあこれはもう適当に全体とりあえず塗ればいいんで、はい、いや俺そのなんかその、うん、何横で見てるでしょ大体、いや見てないもん、テレビ局で基本的に見てないてるでしょ、そんなに、いやそんななんか涙みたいなの使ってないもんみんな、普通のなんか平たい、あこれもうおせんべいみたいなやつよみんな、まあ一通り使いましたけどおすすめですよ、やっぱこの全然なんかスライムみたいなやつの方がいいのやっぱ、うん、ブランドってそのあの川北さんのブランドですよ、真空ジェシカ？真空ジェシカ買わけたブランド持ってねえだろ。もちろん。あの、うん、ラビットとか出てる人。ああ、あの人ね。うん。のブランドです。あ、それが出してるスライム、うん。それなんか使いやすいのスライムの方が。うん。これはあの、こういうだから際にこう。ああ、なるほど。やりやすい。なるほどね。うん。うん。まあ、するならそういうとこだとかいいってことな。うん、そうそうそう。確かに塗ってるな。うん。って感じですね。まあ、下地こんぐらいで。下地塗らないとダメなんだ、下地塗らないとダメですね、うん、で、あの日焼け止め効果もあるから、うん、もともと日焼け止めはまあ年中塗ってもらった方がいいんですけども、うん、あ、そうなの、まあ、だから SPF50 の下地、うん、あの日焼け止めを塗って、うん、でさらにこれも SPF50 だから、まあ日焼け止め効果でいうと 50×50 で2500にはならないか、わかんねえよそのギャグ、わかんねえってそんな足してとかじゃないとかも分かんないからっていうことで、ね、つまんねえ塗れ次のやつ塗れ、つまんねえ塗れ、言葉がある、本当に言葉がある、もう本当に早く塗れよ、もう美に肌に悪いわお前のツッコミは肌に悪いって、肌に悪いわお前のツッコミは本当にいいね、もう、はい、次何、まあ、次何すんの、続いてはもうあのね、これで完成じゃないんだね、俺も全然よ、こんなん全然、あ、今ちなみにあの夕方なんでいい感じにひげが伸びてます、ああ、それは仕方ないね、それは仕方ないんで、まあでもいい感じです、ちょっと眉毛を、眉毛を描いてんの、描いてるというかこちらですね、眉マスカラ、眉毛のマスカラ、はい、こちらヘビーローテーションの、何なんでその出し方、もう眉マスカラで、これもうね、もう女性の方というか普段メイクされる方はもうおなじみというか、もう本当にこれもうベタ中のベタ、おミスチル、おぐらい売れてるコスメ界のミスチル、ああコスメ界のミスチルぐらい売れてる、それはすごいね、そうそう、うん、のブランドの、ブランドの、逆にヘビーローテーションが眉マスカラ以外何出してるのか知らないっていうぐらいの、あの眉マスカラ本当にそれ一本使っときゃ間違いないな、そうで、しかもむちゃくちゃ安い、しずっと持つし16円とかそのぐらい、そんな安くね、いやむちゃくちゃ安いというか、そんなには安くない、あ、そうなの、うん、まあ、とにかく安いです、1000円しないんじゃなくて1000円ぐらいかな、わかんないですけど、それが安いかどうか俺わかんないけど、わかんねえそれ、もうやめろで、それじゃお店の女の子じゃないか、それっていう感じなんですよね、よこれ本当にもうヘビーローテーションの前マスカラが、まあ、歩いてたら投げ銭したい、ヘビーローテーションの前マスカラ、早く塗れよもういいから、ヘビーローテーションの前マスカラが、うん、その生配信とかしてくれたら絶対投げ銭するのになっていうぐらい、うん、でもお世話になってる人多いと思います、はいはい、早く塗ってくれ、この値段で買っていいの、早く塗れ、もう早く塗れよ、もうそ肌に悪いお前がツそのさ、うん、普段俺というさその東洋一のツッコミを見てるのにさ、なんでそんな荒くなるんですか、でもちゃっちゃとやれよ、お化粧ぐらいちゃっちゃとやれ、ちゃっちゃとやれよ、ちゃっちゃとやってすぐ終わっちゃうよ、本当に、うん、いいんだよ、その前ますからね、うん、この毛流れと逆にこうつけてってください、でももうなんかでもあれ色違うけどいいの、なんか何が黒じゃないじゃん、なんかあそうちょっとねあのグレーっぽい色になるんですよこれ、うん、お眉毛伸びてんのは偉い、知らねえよそんな、さ
最近それちょっと色を変えるっていうのがあなたのポイントなの、それは。じゃあまあでも自然だよね、別にね。横で見たら結構違ってるから、そんなやってるんだと思って。やってるやってる、へっていう感じです。別にそのこれあんまりがっちり やる必要もないんですけども、さささっとねやっちゃってください、うん、さあ続いてはまだなんか塗る、はい、コンシーラーです。コンシーラー、これはね多分メンズメイク特有だと思うんですけど、コンシーラーって何なの。コンシーラー、ヒゲをちょっとこう隠しをカバーして、ヒゲとかニキビとかそういうのカバーしてちょっとまあ綺麗にしようっていう、それがコンシーラーっていうんだ。工程に入るんですけども、うん、コンシーラーって言ったらね、これ例えばね、うん、これもコンシーラーなんですけど、うん、まあ、こういうねこう肌色に近い色だったりとか、うん、白とかのコンシーラーを使うんですけど、ニキビとかバーって、うんうん、男性のヒゲ、こう私のこのヒゲとかはねこう青いじゃないですか。青は白とかで抑えちゃうと真っ白になっちゃうんですよ。真っ白、うん、え、真っ白になっちゃうの。真っ白じゃなくて、そう、何、真っ白、真っ白になっちゃうんです。何チロって、もうあだからあの、ま、平たく言うとその例えばマットさんとか、ああ、ガクトさんとか、うん、あっち系までやらないと完全に消えない、うん、ナチュラルにするにはこちらのねこういうねオレンジ系のコンシーラー、これはねメイコー化粧品さんのナチュラクタカバーフェイス162番。そのたるい読み方たるいわ、普段使ってんだったらなんです。いいよ、逆そう、それでもないけど正解わかんないけど、見せる気ねえだろもうっていう感じなんですよね。これは青の反対色はオレンジなんですよ、うん、だからオレンジのコンシーラーを仕込んだ方がヒゲには効果的、で、あと、これはそれは指で塗る、そう、指で塗ります。さっきのあの、スライムじゃないんだ。スライムじゃない、これは本当にね、これ小田切ヒロさんの YouTube チャンネルのメイズメイクの動画で知ってこれ買ったんですけど、小田切ヒロさん、うん、ものすごいね、うん、安いし、量入ってる、一生分入ってる、16円とかぐらい、うん、何なの16円って。安いって言うからうん、そんなですかね、まあ、それはそんな感じで、そう、叩き込んでいく感じ、なんか砂つけてるみたいだけど、いいの？砂砂つけてるみたいな。砂つけねえだろ、顔に砂泥とかなんかつけるって。それをなじませんのかな。そうそうそう、あ、なるほどね、うん、あ、やってて思うけどね、うん、男のメイクはね諦めが肝心、完全にヒゲを消そうと思ったらやっぱりね厚塗りになっちゃったりね、だマットさんとかの道に入っちゃうね。あ、だからあのぐらい、そうそうそう、真っ白にしないとヒゲ見えちゃう、うん、そうそう、であれはあれでいいんだけど、うん、もう相当覚悟決めたいと、上級者だからさ、個人差だろうね、俺なんか全然毛生えないから、まあね、あなたはね、うん、生えないからね、ツルツルだから俺、うん、だからある程度青いぐらいが自然だから別にそんな、まあ、そんなに気にする必要ない、うんうん、と言いつつ今結構塗っちゃってるけど、まあ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 気になさらず、なんかでも近くで見たら結構色違うけどいいの別に、うん、大丈夫、あ、そう、この後何とでもなる、へえ、うん、え、これまだこの後あるんだ、あるよヒーローの人じゃん、田中洋次さんじゃん、ヒーローの、何この後まだあんの、あるよわかんないですよ、当たり前よ、これで終わったら、これ口元オレンジ男やろ、こんなのいや、そうだからまだあるんだ、これで終わってたら口元オレンジ男をありものみたいに言う、俺それ言う、それだったらそれ最初に言うから、口元オレンジメイクを紹介しますって言うから、うん、いや、そうね、今年のトレンドは口元オレンジって言って始まってることだ、それ知らないけど、それはまだあるんだ、まだまだあるの、うん、いや、もうちょっと待ってもいい、うん、はい、もうこんなもんです、で、さあお待ちかね、コンシーラーの後は何すんだい、お待ちかね、ファンデーションを塗りますけども、あ、柴咲コウが使わないでおなじみの、そう、ファンデーションは使ってませんで、おなじみのね、でもあなたは使うんですね、僕は使います、柴咲コウじゃないんで、で、僕が使ってるのはもうさ、こう急に取ることになったから全然こう、なんか拭いたりしてないくて恥ずかしいんだけど、知らねえ、早く出せ、知らねえ、メイベリンニューヨークの、うん、フィットミー、これ130番です、うん、あ、それそんな番号あるの、130、うん、130番使ってます、色がってこと、それ130番、そう、色番、色が、色の番号が130番です、うん、それなんか分かんないけど、それ知り合うのね、はい、お願いします、うん、で、男性の方が油出るでしょ、まあね、皮脂が出るんで、うん、まあ僕はですけど、脂性肌なんで、脂性肌、うん、油ぎっちゃう方、あ、どっちかというと乾燥肌というよりは、なるほど、脂性肌なんで、うん、36歳脂性肌男性なんで、ファンデーションも種類結構あって、こうツヤ系のファンデーションとかあるんだけど、うん、そのツヤ系の方を選んじゃうともうテッカテカになっちゃう、
まあ、若い頃のチュートリアル福田さんみたいになっちゃうから、テッカテカやないか、ね、テッカテカやないかって言われたもん、ね、うん、徳井さんにね、になっちゃうから、うん、まあ、僕はマット、マット系、まあ、セミマットぐらいまでのファンデーションで探した結果、一番良かったのはメイベリン、ね、まあ、それは人それぞれ、ね、そう、人それぞれの肌質とかにもよりますけど、メイベリンはマットよりってことじゃ、マット、かなりマットで安いです。塗っていきますんで。ああ、それが確かにそうか、うん、さっきのところも同じ、うん、コンシーラーと重ねてるもん。そう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 、でちょっと持っていきます。てか俺がなんかおばあちゃんが使ってた化粧品とか全然違うね、うん、うん、そんななんかそれ違うよそれ、うん、こんななんか絵の具みたいな感じじゃなかったもんな、かたーい。なんかあー確かに、あーあれかもね、これリキッドファンデーション珍しかったかもね、もしかしたらね。リキッドファンデーションってこういう液体タイプの。あ、そうそうそう、ファンデーションでこうポン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 のイメージ、うん、あれは、うん、ああいうのもあるんだけど今も、うん、で別にどっちがどうとかってこともないんだけど、こっちの方が早くできるとかね、なんかすごい塗るの簡単そうなんだけど、そっちの方があるのかもね。俺はあんまりそのパウダー系を使わないから、クッションファンデみたいなのを使わないから分かんない、うん、そメイベリンニューヨークは絶対に、うん、適量使ってください。適量、はい、致死量使うと、致死量じゃない、致死量使うと炎上しちゃうんで。ね、分かんないそれ。メイベリンニューヨークは致死量使うと炎上しちゃう。死ぬの？炎上って何？これは今メイク動画をいっぱい見てる人を受けてます。うん、分かんない。全然分かんない。致死量って言葉があるの？その何ミリグラム？テトロドトキシン何ミリグラムみたいな、なんかフグの毒の。絶対受けてます。知らないけど、うん、ごめんね、突っ込めなくて分かんないから。全然全然。ユーコスモテチャンネル見てる人には受けてると思います。ユーコス知らない。アイコスなら知ってるけど。タバコ？それ。電車アイコス煙チャンネルじゃない？ユーコスモテチャンネル。ああ確かになんかさっきの、うん、口元オレンジ男からなんか全部同じような感じになってでしょ。でこれぐらいだともうほぼ完成。あともう一個注意点が、うん、ファンデーションつけるときにその紫外線とかもそうだけど、うん、Wi-Fi とかも肌に悪いんで、私の使ってるファンデーションは Wi-Fi とか電磁波もカットしてますとか言うと、うん、炎上するんで気をつけてください。知らないよ、そんな。それはするだろ、そんなわけねえんだから。これは本当にもう今ユーコスモテチャンネル見てるには受けてると思いますよ。ピンポイントで攻めんなよ、わかんないから。それ最後は何すんの？これは、最後はパウダーです。もうパウダー、もうこれも本当ベタ中のベタ、イニスフリーのパウダーです。イニスフリー、はい、これで、うん、まあイニスフリー普段はまあ僕イニスフリーですかね、うん、3のパウダー、3っていうブランドのパウダーも使うんですけど、うん、永井香織さんの YouTube チャンネルで、紹介してて見てるね、使ったらめちゃくちゃ良かったから、3のパウダー気分でも高いから、ああ気分がいい日は3のパウダー使ってるんです。で今日気分が悪いので使わないんですけど。悪いかなんだよ。テンションが高い日は使うんですけど、今日テンション低いんで、うん、テンション低いんだよ今日、今日に限って使うんですけど、今日はもうイニスフリーってたのに、今日はイニスフリーで、はい、行かせていただきます。手のひらそれで紹介しないのかよ。あ、これそうか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 じゃないんだよ。やれちゃってやるなら、そうでしょ、はい、それやるでしょ、うん、なんそれね、つまんねえ、マジつまんねえわ、ひそかと言って。いや、つまんねえ。だんだんスタンスが見えてきたな。第2弾お楽しみだな、本当ない第2弾、なんかもうね、だからいつかね、その美容関係にちょっとコラボしたいよね、いつかね、もうちょっとこのチャンネルが大きくなったら。確かにな、車さんもやってるんだもんね、確かね。あ、そう、メイクは。あ、車もね、やって、車って自分でメイクはしてないんじゃないかな。あ、こだわってるんだっけ、うん、美容はやってると思うけど、うん、うん、小田切ヒロさんとかお会いしたいわ、はい、それは何のためにするの？これはまあ最後の仕上げですよね、こう、メイクをバチッとこう。どういう効果があるの？まあ、テカリをまず抑えたりとか。あとあなたテカリがちだもんね。テカリがちだから、若い頃のチュートリアル福田さんみたいになっちゃうから、うん、それ以外ねえのか、例えば、メイクをこの決めるというかね、うん、固めるじゃないけど、あ、これが長時間持つみたいな感じ。そう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 、へえ、崩れを防止する、うん、はい、以上です、うん、こんな感じです。はい、どうですか、なんかその他にも結構入ってたり、ワックスとかと、うん、そうそうそう、髪、うん、髪関係は入って、こんな感じでございます。自分でやるときは大体こんな感じ。今喋りながらやってるけど、普段どのぐらいできるの、うん、集中してやったら5分ぐらい、本当にそんぐらいで。あ、メガネかける。どうでしょうか、気になってる、うん、
綺麗になってる。綺麗になってると思う。まあまあ綺麗になってる。確かにヒゲの青さとかはね、そうそうそう、ごまかせてるような。海の青さみたいに言うなよ。いいように言うな。ヒゲの青さ。いいように言うな、ヒゲの青さなんか。みっともねえんだから。海のように、海のような青さだったら嬉しいだろ。なんで切れてるんだよ。ヒゲのようが青いんだろ。海の青さだったらいいだろ。いいように言ってんだったら。まあそんな感じです。あと、まあこのね、フジコ。秘密スナイパー？え？じゃ秘密スナイパー兼ね。ケミス2期の元相方じゃないの。フジコのこの全人類リップってのあるんだけど。全人類？うん。何それ？まあまあ誰が使ってもいいっていうリップ。めちゃくちゃもう冗談ぐらい薄付きなんだけど。あ、え？何それ？うん、でもめっちゃ真っ赤じゃん。そうそうそう。全然でも色はそんなつかない。こういう全人類。そうそう。それは何？江川卓以前みたいなこと。そうそう、新人類。江川卓は新人類。それの前の人類。江川卓も全然新人類だよ、今となっちゃう。おじいさんですよ、もう、うん。なんかね、そういうのリップとかつけたりとかはしますけど、ね、まあまあまあ、でも別に普通のリップ。今日はこんな感じ。うん、今日はこんな感じで、いかがでしょうか、うん。もう今の時代はね、やっぱり、何もう男がメイクするだのしないだの、女がメイクするだのしないだの、もう僕の考えとしては、うん、メイクなんて誰がしてもしなくてもいいっていうのが僕の考え。だからメンズメイクを広めようっていう考えは全くなくて、誰がしててもいいし誰がしてなくてもいいっていうのが僕の考えです。うん、男がメイクしてもいいし、早く終われ、もうダラダラ喋んな、もう早く終われ。男がメイクしててもいいし女がすっぴんでもいい、そう思ってます僕は。はい、でもっと言うと男とか女とか関係なく、したかったらすりゃいいし、したくなかったらしなけりゃいいって、うん、そう思ってます。うん、ヤーレンズのデイでした。どこでもあってね。次回 M1 マネーでデパコスを買うの巻で お会いしましょう。合わねえよ、もう合わない。